日本食って、日本食って外国の人にも普通に美味しいのか。いや、なんか普段西洋の食事をとってる人たちには美味しさがわかるようになるまでハードル高いような気がするんだけど、なんというかマヨネーズとかケチャップみたいなわかりやすい味じゃないっしょ。外人の味覚舐めすぎ。幕末や明治に来日した外国人の手記を読む限り大丈夫そうだよ。その頃の日本にわざわざ来るくらいだから、もともとチャレンジャーな人たちばかりだったのかもしれんけど、日本食は見た目も美しくて美味しいけど量が少ないのがたまに傷とか、サバの味噌煮がうまかったとか書いてあったのが断片的に記憶に残ってる。関係ないけど、お菓子屋かなんかでペパーミントキャンディを買おうとして、はかはっかをくださいと言って、はかはか PGR されて、日本ではペパーミントキャンディ食べないとファビョった兄のことを日記に書いていた米国人少女もいた。明治時代、この米国人少女は後に日本人と結婚してる。トルコ人が、先日夫の同僚のトルコ人が我が家に来たので夕食を振る舞った。メニューは外人さんでも食べられそうな和食。口に合うかなとおっかなびっくりだったけど、箸の持ち方は綺麗だし日本語もうまいしでちょっと安心。味噌汁を飲みながら具を箸でつまんで、この葉っぱは美味しい、それは小松菜、これも美味しい、それは油揚げと会話も弾みました。味噌汁美味しいと言うので、夏はこういう塩っ気のあるものが美味しいよねと言うと、真顔で冬でも美味しいと返されました。鶏肉の竜田揚げなんかも喜んで食べてくれて、トルコには鶏肉をニンニクで味付けしたのないです。美味しい、多分みんなトルコ人気に入ると思うと言ってました。ロシア人が、職場にプーチンみたいに表情を動かさないロシア人がいます。でも以前正月について話してたら彼は大爆笑しました。珍しいってもんじゃないです。他の部署の人もなんだなんだって見に来るくらいレアな光景でした。その原因っていうのが正月に食べる餅についての話。毎年これを喉に詰まらせて死んでしまう人がいる。詰まらせた時の対処法として掃除機で吸い取るという方法がある。ここで大爆笑。ひとしきり笑った後に彼は言いました。その餅ってやつはどこに売ってるんだ。今度ロシアに一時帰国するから買って帰る。当時冬、もう冬真っ盛り、プーチン偽に命令されて断れるはずもなく餅売り場に連れて行くことになりました。うちの親戚連中に食わせてみる。小さい餅がいっぱい入った袋を5袋を買い上げ、ああこれってロシアで言う抹殺の意味なのかなって今では思ってます。ロシアで餅を喉に詰まらせて死亡というニュースが流れてこないか今でもガクブレしています。